っと見て。はい。で本日使うのがこちらのロッド、トラウト兼アジングロッドに使ってますね。アブガルシアの竿です。まあちょっと大きいのかかっちゃうとパワーが足りないかもしれないんだけども、まあそこはねやりとりでなんとかします。今日は必殺兵器を持ってきました。はい、こちら手長エビですね。捕まえて生きたまま持ってきました。こいつを餌に使います。針がね、確かグレバリの3号だか4号だかちょっと忘れちゃったけど、それぐらいの小さいのですね。で糸がフロロの3号ぐらい、まあ3号あればねそこそこ大きいのも仕留められますんでね。これにエビをつけて投げるっていうわけですね。なんでエビの重さだけで仕掛けを飛ばさなきゃいけないんで、そのためにこの柔らかい竿にしたんですね。でさらに飛距離が欲しいんだったら、まあジグヘッドとか結んで、ちょっと重めのジグヘッドとか結んで重さ出して飛ばしてもいいかもしれないですね。この手長エビの泳がせ釣りマジで釣れますから。もう魚がいればそこに落とせばもう一発でもう一撃で食ってきますからね。付け方はこの尻尾にこうちょんとかけます。ちょんとね、針が上向くようにした方がいいですよ。ほらピクピクしてる。これ魚に追われて逃げてますから、来ますよ。よし、お、なんだ、何かが食った。あ、メッキっぽいな。よし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 、38ぐらいかな。グッティ TV。